皆さんこんにちは。日本女子バレーボール界で大活躍中の岩崎小由美さん。そんな岩崎小由美さんには離婚の噂があるそうです。今回は岩崎小由美さんのバレーボール選手としてのキャリア、結婚生活、そして離婚の噂などについて詳しくご紹介します。岩崎小由美さんは1989年5月1日に東京都狛江市で生まれました。彼女は幼い頃からバレーボールに親しみ、地元のクラブチームでその才能を開花させました。高校ではバレーボールの名門下北沢成徳高校でエースアタッカーとして活躍していたといいます。高校時代にはキャプテンとしてチームを率い、多くの大会で素晴らしい成績を収めました。この経験が彼女のバレーボール選手としての基礎を築く大切な時期となりました。高校を卒業した後、岩崎小由美さんはパイオニアレッドウィングスに入団し、プロのキャリアをスタートさせました。当初はアタッカーとしてプレーしていましたが、1年後にセッターに転向しました。この転向がチームにとって大きな転機となり、彼女は新しいポジションでその才能を存分に発揮しました。2018年には国際的な経験も積みました。その後2019年に日本に戻り、全日本代表に選出されました。岩崎小由美さんのキャリアは国内外での経験を通じてさらに磨かれました。そして2023年には再び日本代表として選ばれ、世界選手権やアジア大会などの主要な国際大会で活躍しています。そんな岩崎小由美さんの特徴の一つはその卓越したトスワークです。セッターとしての正確なトスはチームの攻撃をスムーズに展開するための重要な要素です。特に岩崎小由美さんは2アタックを得意としていて、相手のブロックを巧みにかわして得点を重ねることができます。この技術は攻撃の多様性を増し、相手チームの守備を混乱させる効果があります。またジャンプ力も彼女の大きな強みです。元アタッカーとしての経験を生かし、高いジャンプからの強力なスパイクやブロックを繰り出し、このジャンプ力と攻撃力はセッターとしての役割を超えてチームに多大な貢献をしています。岩崎小由美さんは国内外で数多くの試合を経験し、その実力を発揮してきました。国内では V リーグでの活躍が特に注目されています。彼女は埼玉アゲオメディックスに所属しており、チームの中心選手として多くの試合で素晴らしいプレーを見せています。特に正確なトスと冷静なゲームメイクはチームの攻撃の要となっています。彼女はアジア選手権やワールドカップなどの主要な国際大会で日本代表チームの一員として活躍しました。これらの大会での経験は彼女のプレースタイルに大きな影響を与え、さらに高いレベルでのプレーを可能にしています。また岩崎小由美さんはイタリアのプロリーグに挑戦した経験もあります。海外リーグでのプレーは異なるプレースタイルや戦術を学ぶ機会となり、彼女のスキルと戦術理解を深めることに貢献しました。この国際経験は彼女が日本に戻った後のプレーに大いに生かされています。さらに彼女はリーダーシップを発揮し、チームメートとのコミュニケーションを大切にしているそうで、試合中の声かけや指示はチーム全体の結束力を高める要素となっており、特に若手選手に対しては模範的な存在となっています。また岩崎小由美さんはプライベートでも充実していて、結婚して旦那さんと息子さんが一人います。結婚した時期は公表されていませんが、おそらく2020年に入籍したのではないかと言われています。理由としては2021年から2022年シーズンで旧姓は富永でしたが、岩崎小由美という登録名に変更し、2020年12月24日に第一子を妊娠中であることを報告していることが挙げられます。旦那さんの顔写真は公表されていませんが、筋肉質でがっちりした体型のようです。ネットでは岩崎小由美さんの旦那さんについてイケメン、元野球部という噂が広まっています。岩崎小由美さんは2008年から2014年まで山形県天童市を本拠地としていた東北パイオニアの女子バレーボールチームパイオニアレッドウィングスに所属していました。同じ時期に東北パイオニアの野球部には
岩崎俊二さんという方が所属していたため、この方が旦那さんではないかと言われていますが、真相は不明です。岩崎小弓さんには2024年6月現在で3歳になる息子さんが1人います。2021年5月24日に第一子となる男の子を出産しました。2023年5月で2歳なので、2024年6月現在は3歳です。第二子は誕生していないため、お子さんは1人のようです。岩崎小弓さんは子育てをしながらバレー選手としても活躍していて、その様子をインスタグラムにアップしています。幼い子供を育てながら日本代表選手として活躍する姿は多くの人々に勇気を与えています。岩崎小弓さんの将来のビジョンには家族と共に過ごす充実した時間が含まれています。バレーボールから引退した後も家族と一緒に様々な経験を積み重ねていくことを楽しみにしています。また彼女は自身の経験をもとにしたエッセイや講演などを通じて多くの人々にインスピレーションを与える活動も視野に入れているといいます。そんな岩崎小弓さんは過去に離婚の噂がありました。ですが実際岩崎小弓さんは離婚していません。離婚の噂が上がった理由については、2023年7月1日歌手の岩崎宏美さんが夫で俳優の今拓也さんと離婚したことが報じられ、2人は仕事仲間など親しい人たちに結婚生活にピリオドを打ちましたと報告し、円満な話し合いによる熟年離婚を決定しました。また岩崎宏美さんはすでに成人している2人の息子がおり、2人の子供には理解を得ており、結婚によってつながった人たちとの縁は今後も互いに大切にしていきます、共に前向きに歩み始めていますと語り、人生の新たなスタートを切る意思を示しています。この岩崎宏美さんの離婚の報告で、同じ名字の岩崎小弓さんが離婚したと勘違いする人がいたそうです。また現在35歳という年齢でありながら第一線で活躍し続けている岩崎小弓さん、彼女のプロとしての最大の目標はパリ2024オリンピックでのメダル獲得です。岩崎小弓さんはこれまでの経験と技術を生かしチームを勝利に導くことを強く望んでいます。特にセッターとしての正確なトスワークと戦略的なプレーはオリンピックでの成功に不可欠な要素となるでしょう。彼女はまた若手選手の育成にも力を入れており、将来的にはコーチとしても活動したいと考えているそうです。若い選手たちに自身の経験や知識を伝えることで日本バレーボール界全体のレベル向上に貢献することを目指しているといいます。いかがでしたか？今回は岩崎小弓さんのバレーボール選手としてのキャリア、結婚生活、そして離婚の噂などについて詳しくご紹介しました。今後の岩崎小弓さんの活躍からも目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。